福岡県内、さまざまな対応を取っていますが、感染拡大に歯止めがかからない九州各県の知事からも、福岡県との不要不急の往来を控えるよう、県民に求めていく声が相次ぎました。今回、緊急事態宣言の対象地域が追加されたことを受けまして、追加された地域への往来の自粛を求めるメッセージを発出したところでございます。オンラインで行われた今日の臨時会議、参加した知事からは危機感を強める意見が相次ぎました。今回の緊急事態宣言には九州の大都市である福岡県からの感染拡大を抑えたい狙いがあります。佐賀県はすでに福岡由来の陽性者が多いとして往来の自粛を求めています。一日も早く我々の九州からこの感染拡大を収束させていき、そのために引き続き皆様方と一致団結して取り組んでいきたいと。会議ではまた、緊急事態宣言の対象ではない地域でも金銭的に支援するよう国に要望することが確認されました。